あの音が好きだ。踏み込み、膝から肘、それから手首、それらが全部噛み合った時の。ったく、ちゃんとやれよ。大丈夫大丈夫、いいんだよそれで。なあ、いいからワンオンワンやろうぜ。見てないけど、そもそもどうやって遠くでやってる試合見るんだよ。いや、家にいねえんだからもらえるタイミングないって。なあ、みんな揃ったんだし練習しようぜ。ん？いいけど。へえ、アイドルってこういう曲もやるんだ。おお。わかった。じゃあ。私を止めたらな。この音が好きだ。とても。いや、私はまだ。それは。な。女子チームがあると見かけたんですが。え、女子は中学まで。じゃあ大丈夫です。ありがとうございます。
ごめん、その日無理だ。すみません、余っちゃうんですけど。あの音が好きだ。全部噛み合った時の。けど、もう無理なんだ。ごめん。すり抜けていってしまう。兄貴にだけは言われたくねえよ。はあ、せえ、ほっとけよ。なんでこんなに。そこまで言ったんだ。私のことアイドルらしくしてみろよ。って勢いで言っちゃったけど。こんにちは。あの、ここではどんなことするんですか？ダンスしたことなくても、その、大丈夫なんですか？これだけでわかんのか？
難しいな。こう？ああ、まあ、体を動かすのは好きです。思ったよりすごかった。やること多いんだな。もしやるってなったら、スケジュールとかどんな感じなんだ？うわ、みっちり。ハードな部活並みだな。アイドルって可愛いだけじゃないんだな。ダンスも歌も楽々とやってるわけじゃなくて、楽々に見えるくらい練習してんだ。仕事とかもやりながら。私にやれるかな、こんなの。ジュリでいいって言っただろ。大丈夫ね。変なやつ。うん、面白い。ユニット？チーム？いや、うん、そういうのもあんのかって驚いただけ。まあ細かいことは後で考えさせてくれ。あんた、また見に来てたのか。まあまあ、なんとかついていけてるかな。でも、もっと音楽に合わせられるようにしねえと。あと、体のコントロールだな。やったことない動きばっかで、腹筋背筋鍛えるべきかも。音楽聴きながらトレーニングしたら、リズム感身につくの早いかな。ん？何してんだ？ってことで、筋トレしたいな。あと、なんかモチベになるように一曲形にしたい。あ、甘くねえか？こんな、何も分かってないようなやつの話聞くなんて。それは、せっかく抜けてもなんでシュート入らないんだろう。普通だよ、普通。私見て。父さんからだ。
ちょっと出る。じゃあな。とっくに切れてるっつーの。やめたって言ったらがっかりするだろうな。いや、元から期待なんて。それに私はこのままアイドルやるのか。なんで？話す前に切れちゃったよ。でも今またかかってきても私は電話に出られないと思う。まだなんて言っていいのかわからない。怖いんだ、アイドルやるの。バスケをやめることも。いろいろ教えてもらってさ、アイドルはすごいっていうのは分かったし、歌とかダンスとかプロの人に教えてもらうのは楽しかった。でもこんな自分が誰かを引きつけるようなものがあるようには思えなくて。は？で、なんでそんなことわかるんだよ。やっぱ実際のライブはすごいな。レッスンしてるからさ、パフォーマンスの凄さがわかるっていうか。見せてくれてありがとな。え、なんで？いいんですか？ああ、なんかドキドキするな。お客さんもいないのに。そんなこと言ったって何を。あ、D
リングをかすめたボール、届かなかったパス。帰ってきた音、望んでみても、お疲れ。父さんなんか全然テレビとか音楽聴かないし、アイドルになるなんて絶対反対されるかと思ったんだけど。いいのか？浅いな、私。兄貴にだけは言われたくねえよ。アイドルもさ、きっと大変なんだろうな。キラキラして見えたって、苦しいことも大変なこともたくさん。なんか言えよ。なんだよ、さっきから黙ってよ。まあ、なんか言えって。プロデューサー、私頑張るよ、やれるとこまで。いいよいいよ、ちょっとしかねえから。よろしくお願いします。あたしやることあるからさ、また誘って。どこでですか？ありがとうございます。ああ、これは覚えておかねえとな。お、そっか。
めてない。いや、今はやってないだけで、簡単に諦められないほど、バスケは私には大きすぎて。バスケはすごく好きだよ、ずっと、これからも。でも今も楽しいから。あの音が好きだ。全部噛み合った時の。今はもう聞こえないけれど、私を呼んでくれる声。ジュリちゃん！それからステージから帰ってきた時に一番に迎えに来てくれる。いや、外の空気吸いたかっただけだから、付き合ってくれるだけでも助かる。気持ちいいな。走るのが好きっていうか、頑張った先に見える景色が好きかな。暗いな。それになんか古いし。いや、一人ならちょっと嫌だけど、プロデューサーもいるし大丈夫。で、この先にどんな景色が待ってるか見たい。強くないって。ただ追いかけてるだけだよ、昔も今も。